三遊亭高志学は演学一門会に所属していた落語家、秋田県出身、神奈川県在住。出林は東京温度。本名佐藤正人。本郷高校駒沢大学経済学部小学科卒業。大学では、お知県落語クラブに所属していた。大学在学中の1979年3月、五代目三遊亭窓から区に入門。 1982年3月、2つ目に昇進。1987年3月、新内に昇進。趣味は、永久ライセンスを持つほどの車好き。スポーツは、ウィンドサーフィン、スキンダイビング。特技は、パソコン、柔道初段、極真空手2段。駒沢大学ラグビー部のコーチ、監督、総監督を歴任。現在アドバイザー。 特使面接委員も務める。駒沢大学高等学校同窓会。平成14年度文化講演会案内。2019年2月2日閲覧。駒沢コム、com. 駒大ピープル、三遊亭期落2019年2月2日閲覧。港の人、禁止学法、資料と研究第4週、近藤良一先生国旗記念、なぜ、 落語に、落ちは必要であったか、佐藤正人。2019年2月2日閲覧。京都、西本願寺東北京区災害ボランティアセンター。落語、笑いなとりしすぎが袋なみ地域。夏祭り2012年8月18日。2019年2月2日閲覧。林南寺。まとり合同法要。落語2008.2019年2月2日閲覧。 メンバー紹介、駒沢大学ラグビー部、2019年12月12日閲覧。ありがとうございます。